今回はテレビ局が求めている人材や選考を受けるにあたって必要な要素を伺います。またテレビ局を辞めて YouTube に参入した経緯やお二人の就活生時代を深掘りします。ぜひ最後までご覧ください。どうもしゅんです。こんにちは。今日はバンクシーっていう会社にお邪魔させていただいております。元テレビ局員のお二人に来ていただきました。お願いします。お願いします。僕が地球を征服します。あ、本当に YouTube やってる。はい、どうも、株式会社バンクシーの代表の西江と申します。株式会社バンクシーの斉藤です。よろしくお願いします。テレビ局の面接を突破されたと思うんですけど、お二人が勤めていた局はどういった選考のフローで進んだんですか？大体テレビ局は7次面接まであって、受かるわけないと思って受けてたね。お二人は他にも受けてたんですか？他も受けてた。キー局5、6個ぐらい全部受けてました。うん、僕も他2、3個はテレビ局受けてました。受けてて、そこの局だけ受かったっていう感じなんですか？そうだね。テレビ局ってなんか他の業界と比べてどういう人物像の人が求められてるとかって教えていただいてもいいですか？テレビっぽくない人、例えば大学の放送研究会に入ってる人ほど受からないっていうのがあるかもしれないですね。テレビが好きな人が受かるっていうよりは個性が重視されるんで、結構同期はね、いろんな全員バラバラなことやってる人が多いんで、ずっとテレビ好きでみたいな人は逆に受からないと思う。企画を立てるときに個性を逆算したりとか、個性を元に作っていくから、テレビっぽいカメラ回しとかテクニックみたいなのはテレビに入れば学べるけど、その個人の個性っていうのはテレビに入ってからじゃ学べないから、どっちかっていうとやっぱそういう個性が強い人、人と被らない経験をしてる人の方が受かりやすい。多様性を一番大事にしてて、その時もなんか採用のホームページでその人事局長の人が多様性を求めますとか言って、でも実際にやっぱ内定して揃ってたメンツはそれぞれなんかもう違った経験してきてるやつらで、なんか経歴もバラバラでみたいな感じで、まあその多様性の一部ではあるんだけど、どこにでも馴染めそうなやつ、人当たりがいいやつみたいなのは結構やっぱテレビってチームで制作するものだから、協調性みたいなところは結構求められてた。もうテレビ局のね、5次面接でグループワークが北村スイッチを作るみたいなね、テーマで体にして、チームで体の口から入ったままでお尻から出るみたいなピタゴラスイッチ作ったんですけど、俺ずっとなんかお尻のとこの肛門とかでうんちとか一人で作ってたら落とされました。俺勘違いしてて、面白ければ受かると思って一人でずっとうんち書いてたの。何の相談もせずね、そうチームグループワークなのに俺で殺された。こいつうんちしか書かないっつってね、うん、協調性ないしうんちしか書かないほったらかしてたらね、突っ走りそうだもんね、一人でガンガンやって突っ走りそう。俺なんかもともと結構人の顔色を伺うみたいなやつだったから、まあなんかそこはあんまり苦労はしなかったかな、うん、俺は。お二人はなんでテレビ局に受かったと思いますか？やっぱ地球上で一人しか西江家ほんとさっきのと一緒で、大学の時にフラッシュモブって言ってフラッシュモブをするサークルを作ったんですけど、うん、いないんですよ他の大学生で、うん、サークル作るで3期目とかで300人ぐらいになってサークルがっていうのを作ったのは結構他と被ってなくて、それがかなり就活では強かったと思う。つかみはめっちゃ良かったと思う。経歴がまず目立ってるし、東大で野球部です。その当時野球部って96連敗と7連敗を阻止したって野球好きの間では話題になってたっていうのは、スタート視点として結構アドバンテージはあったかなってのと、テレビ局ってやっぱ自分の希望とは叶わないところに配属される可能性もあって、バラエティを作りたいですって言って入っても営業に配属されることもあるし、一方で報道とか配属されることもあるし、それに対応できるかどうかみたいなところも見られてて、使い勝手がいいみたいな感じの枠で採用されてたのかな。どこにでも馴染めそうだし、悲しいね。おい、やめろ。でもそういう人っていっぱいいませんか？その中でちょっと目立ってたのは、実家がお茶農家なんだけど、うん、透明の水筒に自分家で作ってるお茶ですって言って、緑茶を持って行って、いきなり面接する途中に出して、これ実家で入れてるお茶なんですけどって言って、自分のバックグラウンドトークみたいなのをしてたんだけど、それでなんか人事部の人から最終的にお茶農家の息子っていうイメージを植え付けれてた。だから印象に残せた。変わった選考とかありましたか？二次面接だと企画書を作らないといけなかったし、はい、五次面接はね、それこそみんなでなんかテレビに足りないものみたいなテーマで考えさせられたし、 A4 用紙1枚を自由に使っていいから何でもやってくれっていうお題があって、大体はみんな A4 1枚にペライチにまとめ、なんか企画内容をまとめてプレゼンするんだけど、はい、俺の知り合いとかはミニプロジェクターを持っていって、はい、A4 用紙にプロジェクターを投影させて学説明とかやってるやつがいたり、面白い。 A4 用紙をいかにうまく使うかみたいな。でもね、独自性もね、やりすぎるとね、そう難しいから、結構常識は必要というか、常識がないと非常識作れないというか、なんかただ気違いみたいな人は分からないですね。僕も学生の時勘違いしたから、なんか赤ふんどしの写真送りつけたらバラエティーが良かったんだけど、もう一個別のやつ落ちちゃって、普通とやりすぎの塩梅みたいなのは結構大事なんですよね。
でも多様性って言ったけど、テレビ局の中にもめちゃくちゃいろんな人がいて、それこそ報道、国の問題を伝えたいっていう使命感を持ってる、まあ、すっごい真面目な人がいたり、あとはもうバカみたいなことをやりたい、面白いことをやりたいって考えてるバラエティの人がいたりって、テレビ局の中にもめちゃくちゃいて、面接官によって左右されることもある。自分が面白いことをめちゃくちゃやりたいですって言ってふざけたことをやって受ける面接官もいれば、それがなんだこいつって思う面接官もいる。それが7回あるってだいぶ大変ですよね。分かっていいんだけど、嫌われない力が必要だと思う。でも下たりはいいやつやっぱ多かったよね、同期みたいな。なんかその尖ってどやみたいなやつは浮かんない、絶対。さりげない尖りというか、業界柄その面接の基準はあるんだけど、好みでつけてる人も絶対いるから、うんうん、なんかそこまでシステマチックにやってる業界じゃないから、それを考えるとマジで嫌われない力は大事だって、うんうん、初対面の印象とか、うんうん、大体一次面接は声の大きさとか元気さとか、あ、だから一次面接が一番むずいかもしれない。俺は思うけど、結構ね、ノリで落とされると思う、一次面接、うんうん、ただ普通に喋ってるだけだったから、あれ基準が謎。あれは元気よくって結構大事な要素なのかも。いやでも大事だと思う、まあ、コミュニケーション能力が大事、埋もれないってことが大事かなって思っちゃう、うんうん、一番最初はもう面接時間もどこの業界もそうだと思うけど、めちゃくちゃ短いし、初見でインパクトつけられるか印象付けられるか、だからなんかもう他と同じようなことを言ってもやっぱ埋もれちゃうよね。なんで辞めようと思ったかっていうのも聞いてもいいですか。今後じゃあどうしたらいいのかっていうと、2つの道があって、ね、1つは会社に残り続けてレギュラー番組になるまで頑張るっていうのと、もう1つは、まあ、YouTube もやってたし、まあ、今その YouTube の代行とか企業さんチャンネルやってるんだけど、まああとはその自分たちも YouTube やってたり、あとはそのプログラミングでサービスを作るっていうのもやりたくて、まあ、つまりテレビ局じゃやれないようなことに興味はもともとあったんだけど、まあ企画が通ったの区切れで、ちょっとどっちの方がいいのかなって、なんか通って区切りができたからやめたっていうのがあるから、だからそのネット上でコンテンツ作ったりとか、ウェブサービスを作ってユーザーに使ってもらうみたいな、結局多分その作ることで人を楽しませるっていう根底は変わってなくて、それをどのフィールドでやるのかっていう分岐点が2年目の終わりでできたからやめたっていう感じかな。一番はやっぱ YouTube をやりたかったからっていうのが一番かな。自分の表現したものをやっぱ早く人に見てほしいっていうのが、うんうん、テレビ局の中にいるとやっぱちょっと自分の作品を世に送り出すまで時間がかかっちゃうなっていうのはどうしても感じるところはあって、うん、もう大きい組織だからそれはしょうがないんだけど、上に行くのは時間がかかるから。 YouTube っていうとやっぱ自分より下の年齢でも多くの人に見てもらえてる人がいたり、まあ、そういう時代になったんだなっていうのはやっぱなんか遅かったけどちょっとテレビ局の中で感じちゃって、うんうん、でそれに挑戦したいな、でもそのためにはちょっと時間がないなっていうのもあって、なんかいろいろまあプログラミングとかも保険もかけつつ YouTube に挑戦するために辞めたみたいな。テレビ局に働いてた時も YouTube やってたじゃないですか、うん、それって結構珍しいんですか。まあね、あんまりいないと思う。いるけどみんな隠れてやってるんじゃないかなと思う、うん、やってる人もいると思う今はね、うん、あんまり時間は取れないと思う、避ける時間が、テレビ局忙しいから。いやでもめちゃくちゃ想像の2倍いい話が聞けた。いや期待薄。本当にテレビ行きたい人って意外と数はいて、あ、まだいるんだ。はい、すごく参考になりました。大学生インターンを募集しております。動画編集だったりね、あとねちょっと最近インスタもねちょっとね始めてるんで、ぜひね来ていただけたら私め、はい、ひいひい喜びますよ。いろんな仕事があります。ライターさんだったりね今募集してるし、うん、ですね、すごいですよね1年でそんだけ。いやもう全部ね岩田さんのおかげですよ、ね、はい、僕たちねもうビール飲んでるだけで。でも立ち上げてもうちょうど1年ちょうどってぐらい、うん、今、うん、そうだね、うん、ということで今日は長いお時間ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回の動画ではテレビ局のガチ面接に挑戦します。テレビ局ならではの質問や選考基準など、果たして旬は突破できるのか、ぜひご覧ください。